はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。柴田浩二をバカにするについてです。 LINE G32 でおしゃべりクソ浩二がカマセヌの素根選手に見事判定勝ちしました。そこで半泣きになりながら、ここでようやく言える、嘘つきは言われて格下の相手ばっかり戦ってるやつと戦いたいと宣戦布告をしたので、誰かなと思ったら柴田やろうと格闘家でもない柴田選手に喧嘩を売っていました。そして柴田選手はそれを受けて、浩二君喧嘩売るのが遅いよ、12月はパチンコの営業で練習する暇はないから来年ね、と軽く小馬鹿にしてあしらわれていました。それにしても格闘家である浩二選手が半泣きになって柴田容疑者選手に喧嘩売るのは、本当にパンチドランカーになってしまったか心配でした。大晦日は柴田容疑者とパチンコ対決で勝利するでしょう。次のニュースです。朝倉未来格闘家人生終わるについてです。いろいろな論議を沸き起こした朝倉未来素人ボコリ企画ですが、ライジントリガーに続いてまたもや相手選手に足を壊されました。朝倉のみっくんが後藤祐樹容疑者の顔面を蹴ったところ、自分の左膝を壊してしまったそうです。これで怪我をしたので十分な練習もできず、来陣の大晦日は不参加になる可能性が高いのではないでしょうか。試合に勝って勝負に負けた、今日もアホなアナゴさんでした。次のニュースです。堀口教授朝倉未来へのアンサー動画上げるについてです。朝倉未来選手が素人をボコるというような格闘家失格の企画をしたところ、堀口教授選手が同じ日に動画を上げていました。練習をする前に愛犬のロイと散歩をしていました。ほのぼのとした散歩の姿をただただ撮っている動画でした。これはおそらく本物の格闘家はリング上だけしか真剣勝負をせずに、その他はほのぼのとした日常を満喫するという意思の表れではないでしょうか。言ってみれば朝倉未来選手への格闘家失格宣言と言える動画では絶対ありません。2週間後ベラトールタイトルマッチを期待しましょう。次の動画です。山本性欲七光アーセン否認の方法間違えるです。ライジン32のメインカードにおいて山本美優 vs レイナが行われました。そのセコンドについていたのが山本美優の息子、山本性欲七光アーセンです。七光アーセンは女子格の若きスター平田樹と付き合っていちゃついており、いろいろと懸念がされています。一番懸念されるのが平田樹の妊娠です。それはアーセンも分かっているようで、セコンドについたのを見たところ、頭にでっかいコンドームをつけていました。絶対に妊娠させないという表れではないでしょうか。間違ったコンドームの付け方をしたにもかかわらず、性欲七光アーセンの力で平田樹選手は妊娠するかもしれません。次のニュースです。オチハルオチャンネル快挙達成です。昨日、オチハルオチャンネルの登録者数は353人でした。そして見事な判定勝利を終えた後、登録者数がどれぐらい伸びているか確認したところ、なんと驚愕の数字が現れていました。363人と10人増えていました。ライジン32において裏 MVP と言っても過言ではない快挙達成です。以上となります。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。